今回ご紹介するのは、イッチと外国人たちとの微笑ましいやりとりです。イッチは出会った外国人たちに、日本の食べ物やお店などを紹介することになりました。果たして、初めて知る日本ならではのものに、外国人たちはどんな反応をするのでしょうか。外国人の和んだ話。お書いていくからよかったら見てって。あと実際は英語で話してるから日本語だと微妙に辻褄が合わないかもしれんが気にしないでね。まず北アメリカのどっか人のボブ、仮名、お昼ご飯。サイゼリアに行く。ここに行こうかボブ。随分高そうなお店だが、ドレスコードでしょ。スーツ持ってないよ俺。スーツなんていらないよ。T シャツサンダルでも入れるさ。嘘つけ。やめとこう。とても高そうなお店だけど僕1000円ぐらいしか持ってない。十分さ。好きなだけ食えるさ。本当かい？小さい料理が出てくるだけじゃないのかい？いいから、行こう。入店。店の中も高そう。やっぱやめよう。いいから、2名で。案内されてメニューを見る。は？安すぎないかい？これなんて300円でお釣りが来るさ。ははは、でも小さいんだろ。騙されないさ。だと思うだろ。とりあえずこれ、ミラノ風ドリアをくれるかな。数分後、ドリア来る。オーマイガー、美味しそうだしとっても大きいね。でもあんまり美味しくないんじゃない。まあ、食え。うまー、拙い日本語で。チーズがうまくてトマトがしっかりと、まさに、あまりにも早口で聞き取れない。なんでこんなにうまいんだい？なんで安いんだい？こんなにうまかったら有金全部使うさ、はっは。その後、ティラミスうま、ケーキうま、そして安、毎日行こうよ、毎日行くよ。その後一週間通ったボブ。ボブかわいい。ボブかわいすぎはロタ。サイゼリアの虜になってしまったボブ。通い詰めて飽きてしまったボブを、イッチは別の店に連れて行くことにします。またボブ、今度は地元のうどん屋。サイゼ飽きちゃったぜ、一月通ったらしい。じゃあここに行こう。また高そうなお店だ。外観がまるで旅館みたいだ。確かに見えなくもない。今度はさすがに高いだろ。まあ、入ろう。入店。なんていい匂いだ。もうこれだけで入った意味がある。ボブは何食べる？何があるんだい？お金はあんまり持ってないぞ。うどんと天ぷらさ。天ぷらは聞いたことがある。確か結構高いんだよ。お金持ってないよ。ここは安いんだって。いいからこれ、お盆持って。並ぶ俺ら、うどんは何にする？うどん。ヌードルさ。ヌードルは高いよ。安いって。ほら値段見ろって。ボブ値段見る。は、220円って。ハンバーガーより安いじゃないか。じゃあ量が少ないのかい？そんなことないさ、結構あるぞ。順番が俺らに回ってくる。ほら、ボブ何にするか。ホットにする。かけ、熱いの2つ。あいよ。作られるまでの間に天ぷらを見る2人。ほら、天ぷらは何食べる？だから天ぷらは高いって。わっと、100円。桁が違うよ1000円でしょ。100円だよ。間違ってないさ。いや、こんな美味しそうなの100円じゃない。1000円請求されるさ。いいから。じゃあ、俺がおごるから何がいい？1、俺のお金が足りなくても知らんぞ。じゃあ、これ、舞茸と。これは何だい？俺紅生姜、ジンジャーさ。ジンジャー？美味しいの？美味しいならこれ。そうこうしているうちに。あいよ、かけ2つ。どうも。随分多いね。間違いじゃない？220じゃおかしいよ。こんなに食べれないさ。やっぱ値段が間違ってるよ。いいから、間違ってたら俺がおごるさ。じゃあ、食べよう。実食。うどん、初めて食うね。いただきます。うまー。初めて食べる味、うまーいね、本当に。ここから早口すぎて何言ってんだかわからないが多分褒めてる。それも5分くらい。日本人はすごいね。いやうまい。天ぷらも食べてみて。舞茸食べるね。うまー。マッシュルーム、マッシュルーム、This is、マッシュルームベリーベリーマッシュルーム。さっくりと、あっさりと、マッシュルーム。マッシュルーム好きじゃないけどめっちゃうまい。天ぷらすごい。天ぷら食べたことないの。母国の天ぷら美味しくない高いだけ。日本うまー。これも食べてみて、激辛紅生姜天ぷら。食べるね。辛ーでもうまー。辛うま、辛うま。スパイシーデリシャス、デリシャース。その後、うまかったね。うどんも天ぷらもうまかったね。毎日来るね。でも、高そうね。毎日来れないね。だから安いって、おいくらですか？お会計770円です。わっと、770?770? 一人分で770は安すぎるね。週1いけるね。それが二人分なんだ。オーマイガー、アメージング。シェフはどこだ呼んでくれ。ぜひお礼がしたい。ファンタスティック。その後また通い続けたボブであった。すまない、ボブがひらがなとカタカナになってるな。気をつける。ボブかわいすぎやろ。
ボブを驚かせたのは、飲食店だけではありませんでした。今度もボブ、ハサミを買いたいらしい。じゃあ、100円ショップに行くか。100円ショップ?ボブ連れて100ショップに行く。わお、いろんなものがある。ここはスーパーかい?広くはないけどいろんなものがある。ちょっと散策してきてもいいかい?ハサミは?ハサミなんてどうでもいいさ。見てこれ、ボードゲームがある。でも高そう。あれは観葉植物だ。あれは、これも、いっぱいあるね。こんなの普通だろ。母国には広いけど品揃えが悪いお店ばっかだったね。でもここは狭いけど品揃えの種類が豊富ね。ボブ、これほとんどが100円なんだ。100円?はっはっは。ありえないね。それは嘘ね。この雑誌も、このトランプも、この木、小さいやつも100円。はっはっは。マジで?マジで?オーマイガー、またやっちゃったよジャパン。もしかして正規ルートじゃないの?きちんとしたお店じゃない?もしかしてここで買えば犯罪?それだ、だってこんなに安くない。もしかしたら、ほとんどがゴミか泥棒か。ボブがなんかブツブツ言ってるから無視するけど、要するに安すぎたから盗品でも売ってるんじゃないのか?という意味。その後、ここはきちんとしたお店だと言ってなんとか言い聞かせ。じゃあ、これとこれとこれと。いろいろなものをと10個ほど買うボブ。10個買っても1000円。笑っちゃうね。ちなみに買った商品はハサミさん4個、ボールペン10本入り5、6個、ボードゲーム、観葉植物。このボールペンめっちゃ長持ちするね。いっぱい書いてもまだインクが残ってる。ハサミめっちゃ切れる、切れ味すごい。ボブ、なぜハサミをそんなに買った?かっこいいからさ。まあ、満足してるならいいんじゃない。あと、ボールペン使い切れるの?これはいいステマ。今度はボール、仮名、ヨーロッパのどこか出身。ハードロックバンドのドラマーみたいにごつくて豪快なやつ。ハリーポッターでハリーを魔法学校に呼ぶやつみたいな感じ。40、50歳。大学にて。おい、そこのお前、いきなりだがポケモン持ってるか。は。まあ、ちょうどよ。まるまるってポケモン持ってるか。もしよかったらくれないか?無理にとは言わない。まあ、いいですよ。じゃあ、明日、まるまるで会おう。次の日。いやあ、参ったさ、息子に頼まれてね。本当にありがとう。はあ?お前すげえな、めっちゃポケモン持ってるな。これからも頼むぜ、じゃあな。はあ?また来んのか?また違う日。よう、また会ったな。今度は〇〇って持ってるか?また無理にとは言わねえ。別にいいけど。マジか。ありがとな。と数回ポケモンをもらってくるポール、まあ大したのじゃないからいいけど。お前すげえな、今度からボスって呼ばせてくれ。よっボス。とポールのボスになった俺。外国人っていい人多いよな。その後のポール。おい、ボス、アンパンマンって知ってるか?まあ、知ってるけど。あいつすげえよ、スーパーマンみたいだぜ。毎週録画してるけどあんなにホットでクールなやつはいねえ。俺、アンパンマンになりたい。はあ?ポールは日本語がほとんど喋れないのに理解してるのか?アンパンマンってどういうやつだ?教えてくれ。あの顔ってなんだ?引きちぎってるぞ。あれはパン、アンパンというパンなんだ。パンだと。なぜパンでできている?なぜ顔を引きちぎる?なぜ存在する?お腹が空いた子を助けるのと、平和のため、かな。わっと、まさに自分を削ってでも人を助けるってことかい。まあ、そんなことかな。アメージング、まさにキリストだ。アンパンマンはキリストだ、そういうことか。まあ、キリストあんまり知らねえよ。アンパンマン、俺はそんなものになりたかったのか。恐れ多いぜ。やっぱりアンパンマンにはなれない。でも俺アンパンさんみたいな人になりたい。はあ?なあ、アンパンさんグッズってないのか?俺、少しでも近づきたい。汐留で売ってたはずだが、多分。汐留ってどこだ?ここだ、スマホで道を教える。よし、帰りに俺の相場で、バイク、ひとっ走りで行ってくるぜ。後日、アンパンマンの帽子、アンパンマンの T シャツ、アンパンマンのバッグで身を固めたポールの姿が。周りの人はやや引いていたが、ボブ、ファミマにて、ボブ、ここのチキンはうまいぜ。160円しかしないのにそんなわけな。パクリ。うまーうま、毎日食う。毎日食いたいわ、これ。ボブ、違うコンビニにて。これはなんだい?冷食コーナー。冷凍チャーハンと冷凍ピラフと冷凍餃子さ、すべて100円さ。100円でチャーハンと餃子?ジャパンには驚かされるね。でももう驚かないよ。こんなお店のこんな安い商品がうまいわけがない。でも買ってくよ。家に帰ってレンジでチンしてチャーハンとピラフと餃子を作る。うまー。なぜだ。なんで簡単に安くてうまいものができるのかい?
しかもたった300円で。めっちゃうまいよ。日本人は毎日こんなうまいものを食えるのかい？はっはっは。もう最高さ。もう何食っていいかわからないよ。それくらいうまいものが溢れてる。最高だよ。日本は、はっはっは。あとジョン、仮名、北欧系、イケメン、俗に言うオタク。バッグにエヴァンゲリオンのグッズがついてたのを見つける。エヴァ好きなの。エヴァを知ってるのかい？面白いしかっこいいし、人間の葛藤が見えるし、すごく好きだ。でも母国じゃちょっとしか見れない。もっと見てみたい。漫画と DVD 貸すよ。なんだって？いいのかい？10年ぐらいずっと見たいと思っていて日本に来たぐらいだ。本当にいいのかい？もちろんさ。明日持ってくるよ。後日渡す。そのまた後日。おいち、最高だったよ。ずっと待ってんだよ。漫画も DVD も面白かったよ。ちなみになんだがエヴァのグッズを売ってるところを知ってるかい？もっと欲しいんだよ。アニメイトというお店がある。教えてあげるよ。アニメイト入店。アメージング、見てよこれ。いろんなアニメの絵がある。割と知ってたと思ってたのに知らないものばかりだぜ。これがエヴァかい？いろんな種類がいっぱいあるね。ボールペン、シャーペン、下敷き。ノートまであるさ。エヴァが何でもあるさ。ちょっと買ってくるね。大興奮のジョン。大量に買ってくるジョン。ふと、お店で放映しているアニメを見るジョン。これはなんだい？ちょっと前にやってたアニメを放映しているのさ。これのグッズや漫画や DVD はないのかい？かわいいしめちゃ面白そうなアニメじゃないか。DVD はないけど、漫画はこれだね。あと、前作のアニメの DVD はこれだね。前作？何シリーズもあるのかい？全部見てみたいさ。さらに興奮。このアニメは？この漫画は？この CD は、どうでもいいが海外にもゆかりん王国民はいるらしい。ここはまさに天国さ、日本って何でもあるな。いや、ここには何でもあるな。結局、DVD5、6枚、CD4、5枚、グッズ大量、漫画数冊のお買い上げ、とかなり金持ちのジョン。ちなみにジョンも王国民だったぜ。メローンってなんだい？って聞かれたぜ。みんな可愛いな、ボブにモリモリ飯食わせてやりたい。ボブ純粋すぎだろ。俺の友達の外人と全然ちゃう。ボブ人気なので何個か。九州物産展に行った時、物産展は初めてかい？初めてだね、正直九州も知らない。いいところかい？行ったらわかるさ。ボブと俺、宮崎地鶏の試食を渡される。なんだいこれ？食べてもいいのかい？テイスティングのようなものさ。食べてもいいんだよ。うまー。うまいね、すっごくこれ買う。これ買う。いくら？390円だけど300円でいいよ。こんなうまいのに300円かい？最高だね。焼酎と日本酒コーナー。これじゃ何？アルコール、酒さ。シーンもらうボブと俺。うまー。うまいね。これ、あんまりお酒好きじゃないけどこれは美味しい。今まで飲んだ飲み物で一番美味しいさ。いくらさ？1900円です。アルコールって高くないのかい？結構安いね、買っちゃうよ。ボブ、物産展5万円。まだ九州物産展、からしレンコン店にて。これ何？からしレンコンだよ。外人さんも試食するかい？いいのかい？じゃあ。カッカッカッカからーい。辛いねこれ、まるでキスとるね。いつから日本は銃社会になったのかい？はっはっは、イッツアメリカンジョーク。これはリボルバーかい？はっはっは、アメリカンジョーク。でもすごくうまいね。これうまいね。これ、焼酎飲みながら食べなさい。うまー。アルコールとこれ、からしレンコンめっちゃ合うね。世界で一番うまいかもね。いっぱい買っちゃうね。からしレンコンにハマったボブ。ちなみに俺も試食もらったけど超辛い。リボルバー。またボブ、量のウォシュレットに感動するボブ。持って帰りたいね、これ。外国人にウォシュレットが受けるって聞いたことはあるがマジだったんだな。あとラーメン店に行った時。ラーメンって母国じゃ高いけど、日本じゃやっぱり。ここは、700円ぐらいかな。やっぱりね。安いね。これは何？備え付けの高菜、紅生姜、もやしの豆板醤あえみたいなの、など。これは自由に食べていいのさ。食べる俺を見るボブ、ノー、いけないね。勝手に食べちゃ、商品だよ。お金払わなきゃ。だから、勝手に食べていいのさ。ボブも食べてみなよ。怒られたら一のせいね。もやし食べる。うまー、これめっちゃうまいね。怒られてもいいね。てかこれ全部食べたいね。次の人もいるからほどほどにね。あまり食べれないね。これ買えないのかね？買いたいね。ちなみに高菜に対しても同じような反応を示すボブ。ラーメン店でラーメンが来る前にこんなにテンションが上がる人も初めて見たな。ちなみにラーメンを作るところや湯切りを見て。見て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 すごいね。ラーメン作るところすごいね。とさらにテンション上がるボブ。一回落ち着け、子供か。ラーメン来た後も。うまー、安いのにうまいね。
母国じゃラーメン高いね。でもこの金額じゃたまになら食べれるね。ここのラーメン屋さんすごいね、何回も楽しめるね。結局帰りにもやしのタレと高菜を買えることを知りテンションが上がるボブ、買っていきましたよ。もやしのやつ10本買うね。使い切れないから1本にしろ。そして落ち着け。今度はボブじゃなくてポール、仮名。なあ、ボス、アンパンさんの最初の歌ってどういう意味だ。おそらくアンパンさんのマーチ。何のために生まれて、何をして、なんとか歌詞をググって教える。って意味だ。ま、神だ、神のようだ、あんなに深い意味が。まさにアンパンさんは神なのか？まさに神のお告げを知るアニメか。はっはっは、最高だよ。そういえば今度仲間と一緒にアンパンさんを見るのさ。酒と一緒に見ると面白そうだろ、はっはっは。屈強な男たちが酒を飲みながらバーかどっかでアンパンさん見るのか。始まったな、アンパンさん。ボールのどこの壺に入ってしまったんだろうか、アンパンさんは。あとイタリア人のパンツェッタジローラも、すげえ似てる。コンビニ似て。ややあるあるかもしれんが。これ何？ピザって書いてあるけどピザじゃないね。これはピザマンさ。ピザじゃないけど美味しいよ。ほんとかな？購入、実食。うわー、デリシャスね。これ、ピザっぽいのにまた違う不思議な味ね。これはイタリアに持って行っても、絶対売れるね。日本すごいね。また違うし、今度はスーパーで。これ何？こんなパスタ、イタリアにはないね。ナポリタンさ。ケチャップとピーマンとソーセージが入ってるのさ。ナポリタン？ナポリにこんなのないよ。第一パスタにケチャップ美味しくないね。意外とうまいんだよ、これが。イタリアのパスタ舐めないで。美味しくなかったらいくらイタリア人でも怒るよ。購入、実食。うまー、うまいね。ケチャップ合うね。ソーセージもピーマンも美味しいね。でも、イタリアにはない味ね。悔しいのね。こんな美味しいのにイタリアにはないパスタ。悔しいね。でも美味しいね。1、俺のパスタは何なのね？タラコスパゲッティさ。タラコ？タラコとパスタなんて。よくそんなもの食えるね。ケチャップは美味しくてもタラコは美味しくないよ。一口食べれば。いらないね。でもどうしてもと言うなら食べるね。うまー。何これうまいね。嘘ついた。これうまいね。やっぱり悔しいね。パスタなのにイタリアにはない？日本ってすごいね。がっかりするパンツェ。ちなみにサイゼリアに連れてったら。めちゃくちゃうまいね。日本なのにイタリア料理がこんなに安いってすごいね。あとドリアってめちゃくちゃうまいね。ミラノ風のどこがミラノかはわからないけどドリアすごいね。イタリアにはないよ。イタリアに持って行ったら爆発的にヒットするね。サイゼリアはイタリア人にも受けたね。あとドリアって日本料理なのか、とその時初めて知った。こんな時間にほっこりした。ミラノ風のどこがミラノかはわからないけどドリアすごいね。わろた。いかがでしたか？食べ物から始まり、アニメや100円ショップなど、私たちが普段当たり前のように触れているものが、外国人にとっては衝撃的だったようですね。ボブたちのようにこんなにいいリアクションをしてもらえると、なんだか嬉しい気持ちになってしまいますよね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。